皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、11月の29日、12時25分、ストリートファイター6の、動画を、まあ、V スポーモンという方たちが、公開してるんですかね。基本的にモカさんという方が出てらっしゃるんですけど、あのその前の甘く結ぶと書いてるこの漢字とどういう風に読むのか何回か教えてもらってるはずなんですけども、わかりますもしかしたらあの北新ビルにあったもともとのあの喫茶店の、もう倒産してないんですよ、その人たち。なんかそういう話昔したことあるなと、あらかじめ手打っとくわっていう話で、それでまあストリートファイター6の方に行ってるのかなというところなんですけども、ガチ強豪気参上キャラ対戦で、ちょっと待ってくださいねキャラ対戦で豪気15位レジェンドと無限対戦、優しすぎる一言にテンションって、まあ、これね、一応日付入れてくれてるんですかね。やっと分かったのが、今までなんかこの動画見たことあるなとか、動画の出し入れのとこ確かにある、あるって言えばあるんですけど、特にショートそれはあるんですけども、基本的に一時期YouTube の、プライムでしたっけ、1000円月々払ってだったと思うんですけども、今の値段わからないです。たまに値段動くときは動くみたいなんですけど、多分1000円だと思うんですよ。で、まあそちらの方に加入していたときに、いろんな動画を見たりしたりしてたんだと思います。で、そうですね、毎回言ってるんですけど、ビーズの皆さん、昨日もSONGSでね、ビーズの松本さんがギター演奏をしてる7月20何日に放送したっていう内容のものなんですけども、まあグラミー賞を取った後なので、まあ一番最初に放送されたグラミー賞を取った時のその映像がいつか分からなかったら分かんないんですけども、昨日のまあ0時00過ぎに誰かここの前歩いたんですけども、途中でグレイの拓郎さんも出てきたこれ、ビーズの松本さんが歩いた可能性もあるし、拓郎さんが歩いた可能性もあるし、ボーカルの稲葉さんが歩いた可能性もあると、まあそういうふうな状況の 中で、まあ最近モカさん歩きましたんですかそうなんちゃうかなって、この V スポーのところでね、4人でプレイしてるときも誰が誰なのか分かんない。もうだんだん4人も同時に出てたら、もう聞いていてね、あれ、この間せっかく覚えたモカさんの声、もう分からへん。分かるっていうこと言ってたんですけど、この間、目の前からね、ドーマルをつけた。わかんない。今、もう、三笠宮家の、あきこさんって言ったらいいのか、わからない。あきこ、じゃあもうそれも途中でインターネット見たら情報とかついてるから、もうそれも、笑わせてハレンする話なのか何なのかよくわかんないですよ。女王っていうくらいは基本的にまあ、天皇陛下と皇后陛下がいらっしゃいまして、日本は。で、首脳です。で、他国は王だったり、女王だったりするわけじゃないですか。そこ、同列にしてるんですよ。世界各国の首脳とか。あとは、年齢とかでね、まあ、同行みたいなところがあるんですけど。わかんないですよ。一回僕も第一次世界大戦と第二次世界大戦が嘘だったっていうことを、そこからして嘘だったんですかって、なんか、判例の方かもしれないですよ。第二次世界大戦に関しての嘘を、についてどうこう言わないみたいな判例とか。東条英機、今年ね、ワールドビジネスサテライトで東条英機が、元総理、第二次世界大戦をされていた頃の総理、死んだことにされてる映像とか。米軍の兵士から輸血してもらってさね、かけたのか血のりとして輸血でね、血液をパックに入れたりする
そこまでするかと。だからこれ、第一次世界大戦、あんな総力戦を本当にしたら、助ける人と助けられる人の、比率が全然違うから、結局、1964年に東京オリンピック開いてる時点で気がつかなあかん。第一次世界大戦を理由に一回オリンピック開催されてるんですよ。で、まあ、もしかしたらその当時、日本が国際連盟から脱退してるのは、国際連合の前のね、国連の前の国際連盟から脱退していて、アメリカが加入してなかったんですよ。で、それについてどう受け止めたらいいかなって思った時に、関東大震災があったから抜けたのか、それともそんな無茶苦茶な話に付き合いきれんか、それが一番最悪のパターンは、アメリカと日米野球で仲良くしとくわ。どう思います皆さん。一応ね、日本が脱退した時期とか、あれ、どうしようもインターネットの情報変わるんだったら僕もそれ、考え方固定できないから、まあ、とにもかくにも、はっきり分かってるのは、第一次世界大戦と第二次世界大戦は嘘。東京大学が暴動を起こしたのは、学生運動を起こしたのは、結局のところは、今生きてる人間、一番よく分かってるわ。戦争なんかしてよ。原爆投下ってあれないやん。こっちは広島から来てる学生もいるってそんなもんないって言ったら吉田茂総理がバレたってもうこんなにいない人ですけども未来の時間軸からの僕との受け答えあともう一つの映像とかいろいろあったんですよその、ね、年代でももうみんな死んでしまってるそれだったら僕たちが悪いとかちょっとまあその話は置いとくとしてねこのね、先ほどのワードの一応まあ無料の方で12時間前に、公開されているガチ強豪気鬼参上キャラ対戦で、豪気15位レジェンドと 無限組手ってびっくりマークの後、ハテナがついてるんですけど、無限組ってどういうこと優しすぎる一言にテンションが上がるモカさん。3秒後に手のひらを返して、レ席カタカナの冷凍、責任の席みたいな、ちょっと待ってください。これ責任の席でしたっけ不良債権とかの方でしたっけちょっと日本語もね、僕は、あんまり変な文字の書き方された僕も誤作動が発生するんです。まあ、その冷凍責任の責みたいな字とね、人弁がついてないのか、もうしてしまうのは、ポカさん、ダブルダブルダブル。これ、わの話ダブルダブルダブル。定義わかんないんですよ、本当に。いろんな話がありますから、造語とかいろんな暗号なのかなんだ。何かね、頼むとかいう声が聞こえてきてるんですか、モカさんの声で。これね、一応まあちょっと動画、ヘッドホンつけながら、ごめんなさいね、こちらの方で音声、ここの瞬間、ビーズの皆さんとか、グレーの皆さんがこの前撮るの無理。ダメですよ。こっちも撮影するから、急に止めれないから。なんか、モカさんの出だしね。今日は今日で不満がっていう僕のことを言ってんのか、モカさんのことを言ってるのか分かんないっていうね。で、ちょっとヘッドホンつけながら撮影してるんですけども、トレモって何です?トレビっていうのがダブル方か。部屋にいるとかなんか、そういう、おい、なんだっていう。みんな何どういうことコメントにいたとかさ昨日の晩だから稲葉さんが通ったのか高野さんが通ったのか部屋にいたんだからどちらど向こう通った人がどこかの部屋にいるんだったらその部屋ってどこなのか中央階段から降りていってどこかの家に行った今までいっぱいいるから。まあ、あとはね、これ、もうその、モカさんの動画の方で言うと、これね、頭の中を渡す渡さないの話とかでね、それね、
まあ、拒否権がある話とかね、一応そういうことをね、言ってくれてるんですけども、コンピューターのモカさんが操ってる号機の方が、それ言った後ね、勝手にこうやって、いやってコンピューター。コンピューターだって勝ちたいの話なの。いや、結構でございますの方なのか、頭。CPU の中に脳なんか入ってますな。最初はね、真面目にね、僕もね、見てましたよ、踏ん張って。だけど、これ、撮影しながらね、もう話した。聞いてる人たちも、面白いでしょ。面白いから、笑ってしまうと思うんですけども、なんか、もう、ずっとやろう、この人ととか、拒否権があるけどもって言ってるのが、1分ぐらいの頃です。コーヒーの加工が、いや。絶対笑うから。で、一応、これね、U っていう文字が出てきてるところがモカさんの方だと思うんですよ。最初、すごい押してます。押してるんですけども、途中から僕が、限界1回目見たときに、途中までが1回目なんですけども、これはもう見ながら撮影しようと思ったときに、電源を止めたときに、相手から反撃を食らって、ライフゲージ、相手も豪気なんですけど、今、昇竜拳で迎撃されたところ、相手。モカさんボコボコにされ行ったなとかなんかそういう話あれ行かないとかじゃあそう連続技ちゃんと決めておーおーおーでナイフゲージこんなところが逆転してるからじゃあ淡井さんにちゃんと希望を持たせておかなかったらって河川水門回避式ナンバーセンとか全部諦めてしまうからっていう話ねその結婚もいろんな人が滞っている話とかあるからライフゲージギリギリわかんない。その、コンピューターのこの、いやのところ、モカさんは普段ね、連続技どれぐらい繋げれるかっていうのを僕も確認してるんで、特に連続技、シャッカとか、その辺のところから、最後、投げ技に繋いで、こう、地面が、相手がダウンしとくとこ、容赦なく、ゴーキーが、こう、拳で殴りつけるって、たまに相手はこう、手のひらとかでガードするときあるんです。それ押しのけて大きなダメージを、与えるんですけども、なんか痛いの来たなとかなんかそういう声がモカさんからこれスポーツ選手だったらみんなわかるんですよこの辺の話だから頭の中今ちょっと渡してます今これは3本目のところで、3分ぐらいの動画です3分ちょっと前にちゃんとモカさん反撃してますで、モカさんが、ものすごい、うまく操作できてる時って、日本シリーズとかの時とかね、遊んでない時の僕。で、ですけども、アイテムを使ってきてますね、まあ、けど、その時の能力に、モカさんが戻れば、まあ、神白い方が私って。まあ、分かってます。言うというところで分かってます。で、まあ、相手もなかなか間合いのところが、まあ、分かってはいるんですけど、まあ、モカさんも間合いのところだいぶ分かってるんで、あ、光った。勝利権出してきた。それする。空振りしたら最悪だから。昇竜拳相手もう昔から昇竜拳は本当にここぞって絶対当てれるっていうタイミングで反撃とかそういうような形あこのバカさんが空振りしたああかももうこの人つなげてくるから連続まあコンボのことなんですけども連続技途中でガードできないんですよ一回、一発目が入った後、二発目、三発目、四発目とか、長い間、十何連コンボとか続くんですよ。で、一応ね、まあ、他の方も見てるかもしれませんけども、くどいようですけど、昔、マーブルとカプコンの、ゲームセンターの筐体で、ナッシュっていうキャラクターで、
100連コンボ以上したことあるんですよ、僕。一応、新サムライスピリッツの、方では、神戸市の三宮中央部にあるんですけども、そこの大会で、新サムライスピリッツの大会があったんですよ。で、そこで僕優勝してるんですよ。まあ、新サムライスピリッツに関しては、なんとか右京っていう佐々木小次郎をモデルにしたものなんですけども、まあ、そのキャラクターを使って、ちょっと能力は、秀でてるんですけども、43連勝して、44人目で意図的に負けたんですけども、お尻が痛くなって2時間ぐらい座りっぱなしですから。だから、他にもその当時、キングオブファイターズとかいろいろあったんですけども、キングオブファイターズの方で、その、とあるゲーセン、港川の近くに昔あったゲーセンなんですけども、まあ、43連勝してる人がいて、44人目に偶然僕は相手が何連勝してるか、見てなくて、そのまま入って、その人を倒したっていう、まあ、一つの逸話があるんですけども、キングオブファイターズに関しては、中国に売却してもらいました。これこんなにたくさん出しても無理やわっていうことで、まあちょっとこれね、その後どうしたかって言ったら、次僕2011年以降に高島彩経由の SD カードで、サウジアラビアの方に株買ってもらいました、中国のネオジュ。いや、これね、飽きてくる時のタイミングとかいろいろあるから、つなぎの時間帯欲しいんですよ、出すタイミングとか。みんなちょっとまあしなかったら一回飽きたりする時あるんですよ。キングオブファイターズとか、ガロー伝説とかいろいろシリーズありましたけども、一応ここで言っときましょうか。超必殺技がいつ出てきたかって言ったら、リュウコの剣なんですよ。で、まあ覇王昇降拳っていう超必殺技がその当時、出てきて、みんなそれ見てびっくりしたんですけども、ライフゲージがものすごいなくなるって感じは全然違いますよ。じゃあ戦争のフェイクニュースの話の方からいくとね、覇王昇降拳ってそんなことで相手倒したら自分がお昇降しなきゃなんなくなるよ。昔の少林寺拳法、中国の方でね、あったじゃないですか。あれ、おかしい。なんかこれ話おかしいぞと。お寺でお坊さんが、なんで憲法なんか扱ってんの？殴ったりするの。なんで大会とか開いて。なんで人殴って金稼ぎしてんの？その後、これでお金稼ぎし始めた。戒名とか絶対皆さん買っちゃダメですよ。あと、判例でちゃんとね、納骨堂に関して、もう昔から判例あるんですよ。オーナー、判例、納骨堂を開いたオーナー、裁判所の判決でね、お客さんに全額返しなさいっていう判例、出てるんですよ。なんか、めめめめ、もうみんな優しすぎないって、みんなめめめめって言ってきてるんですけども、なんかだいぶ押されてるけども、本気出したらいいのに。あ、ダメだ。連続技の途中で、この対戦相手の人がガードして、つなげんようにしてきてるわ。ちょっと待ってね。もうこのライフゲージ、僕の方が諦めてるから。今、8分50秒のところです。だから、8分30秒ぐらいのところから見たら、白髪の方がね、モカさんなんですけども、連続技途中で、相手の合気止めてきてますね。ああ、なんかつなげ方、相手の人、弱メインにして確実に繋いできてますね。うわ、すごい。なんか出ちゃった、すごとか出るけど、そんな一言言われたら、
どっちがお母さんなのか分からなくなる。両方好奇だから。基本的にね、あのゲームセンターの時って、あれどうなかったかな、なんか僕、自分が左側に立ってたイメージがあるんですよ。まあ、これ政治の話と混ぜてきたら、右翼左翼の話になる。そしたら、うさやわ、それやったらうはやわとか何か、いろんな話があるんですけども、うはって何や。漢字とか政治の話からしてくれんかった、唐突にうはって言われた。僕もね、キングオブファイターズ一番初代で、あの、怒りチームで、ハイデルンっていう、また名前が便秘薬みたいな名前。大佐。右目が対していて。まあ、ハイデルンの、その怒りチームの話し始めたら、それはそれでものすごい笑い話いっぱいあるんですけども。ちょっとあの、その話置いといて、ムーンスラッシャーっていう技だったと思うんですけども、手刀でね、こう、円を描くように。こう相手を迎撃するっていう技があるんですけども、結構相打ちになったりするんですけども、カウンターで入れた時にあ相手のライフゲージが半分以上、普通の技ですよ、超必殺技じゃないんですよ、半分以上なくなるっていう現象が結構発生してるんですよ。まあその怒りチームのあの性能に問題があったんですよ、ちょっとね怒りチームでこれ、はい、はい出るんだったらなんとかなるけど、当たるキャラクターこれなんともならへんぞ。クラークもそうやけども、あともう一人、また技の名前からしてね、バリバリバルカンとか入って、笑わすようなワードが入っている技って、ちょっとね、隙が大きかったり、もともとあの、テレビ局のワードとかと同じで、もう今頭の中渡してないから、モカさんに。ただ、もし左側が、モカさんだったら、僕も、もう、そうかいいな。ちゃんと、ボコられるモカさんって、文字出てるんで。けどね、このモカさんっていう人、世界ランキング2位とか、元1位の人とかに勝ったりしてるから。多分、本当は勝ち方知ってるはずなんですよ。ちょっと、本気で、対合気戦の本気。ちょっとだけ頭の中いってます。合気の頭の振り方が少しだけになってるから。うん、勝ちました。頭の中渡していたら。それが、13分前後の頃です。あ、これ、13分18秒ぐらいの頃からの、相手、連続技からの相手掴んで、こう、ダウンしてる相手を殴るって、ごめん、ちょっと、笑い始めた。いたた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 って、ごめん。頭の中の記憶全然言ってないです泣いてるライオンケージ、これくらいしか削ってない、ある意味優しい これ端の方に追い詰めて、モカさんの特徴なんですけども、投げ技を、フェイントのパンチをしながら、投げ技に持っていくっていうのを結構してます。あれ、なぜ、わぁ。
ボコボコにやられました、僕は。これ画面一緒に見ながら、動画見てもらわなかったら、まあ何とも表現のしようがないんですけど、まあそこから逆転しました、ライブゲージまたこれ。あ、なるほどね。相手の今の大キックみたいなところがなんでつなげれるんやろ、隙だらけのはずなのに。スリーダーファイターもそこそこの腕前はしてました、いろんなシリーズ途中までですけど。16分22秒負けた時なんですけども、端に相手を追い詰めた時に、先ほど言ったそのジャックパンチからの投げ、フェイントの投げ技っていうのを先ほど喋っていたから使わなかったのかもしれないですね。意図的に大きなその大パンチで相手にガードさせてっていうところは、まあそこはそこで相手との読み合いがあるんだと思います。距離に合わせてですね、かなり接近戦まで来た弱で対応でしょうね。壊れ始めるもんかさ。上の方のちょっとこれ映したい。誰だ、酒飲んでる相手か、対戦相手のことか、対戦相手のことか、酒飲んでるっていうのは。僕は酒なんか飲んでないぞ、今年。培養液、エネルギーの残存量問題。今年対戦相手、酒一滴でも飲んでたら、淡井圭介は酒を飲んでないで大丈夫や。ちゃんと相手をしてるから。これが18分前後。まあ、17分40秒ぐらいから見たらわかりますけど、あ、まずい。まずい。まずい。あれが出た。春国殺で合ってるのかな。途中でなんか新しい名前も出てきたと思うんですけども、春国殺までは覚えてたんですけど、やられました、春国殺。コカさんとか言いやしょ。コカさんって誰？あ、マノン強者っていう字幕が一番上に出てます。あ、マノンっていうキャラクター。絶対笑いますが、昔言ってました。僕はね、こんなキャラクター、どういうキャラクターって、バレーンの本当にふざけ倒した内容からね、あんなおかしな構えとか、現実あんなことしたら絶対負けるから、そのマノン系との対戦の動画見てたら、右の方に現実的な対戦でね、あの対戦相手をバカにするような行動をしていて、一撃をもしっかり入れられて急にダウンする選手とか、海外の方がひどいやつがいる。そういう動画が多分出てくると思いますよ。両方の動画、格闘技関係の動画とこういう動画両方見て、もうさらにも出てこなかったら、もう口で言ったらいい、画面に向かって。
顔ぐらい一晩寝たら治りますか。あんまり顔のこと気にしなかったらいいっていう形で、その動画見たかったらの話ですよ。まあ、コマさん、よかったらやってくれませんか。マロンっていうキャラクター同士の戦い方、最初見たら、笑いっぱなしになりますよ、本当に。それはそれで、ちょっとまた撮影しようと思ってます。以上です。デスゲーム集大者とかなんか今動画で言ってますけども、あ、違った、キャラクターの名前じゃなかったのかな、マノンって。わかんない、あの変な変な変な こんな変な顔、髪型も変なおかっぱで、ちょっとちゃんと前見えるよ、斜めに切れ込みが入って、すべての技の動きは変ですから、ほぼ。いや、そんな技で迎撃なんかはできないはずなのに。しゃがみながら天に突き上げるようなキックで迎撃。なんか知らないですけど、あれで結構迎撃できるんです、動画を見る限り。僕はまだプレイ一回もしたことないんですよ、ストリートファイター6。なんでやねん、このキャラ。一応あの、ふーってなんか、どこ行きみたいな、どこを吐くっていう言葉あるんです。自分はちょっと鏡ながら、あの、どこの出る位置がちょっと高めにしてあるから、これ、空から飛んできて、蹴りとかね、あの、大パンチ、まあまあ、パンチ系とか、そういう攻撃をしてきたときに、ちゃんとかわしながら当てれるって、これも一応、どんどん性能高くなるよ。連続技とかこんな本当はどうせ突き踏みするからまあね、コンピューター様の気が晴れるっていうところをね、分かってるのか分かってないのか、ちょっとね、まあね、お空を見る限り大丈夫だと思いますよ、今のところは。ちょっと一部分どっかで曇りが遠くのところ今日一応バロうかな。まあ、もともと冬に、我が天下とか、我が天下戦国フォグとかね、そういうゲームをしていたらちゃんと晴れてるんです。あとは寝ていても晴れます。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、あと、まあ、ゲーム関係じゃなくて、スポーツ業界で僕は言ってる内容とか、そういったところを確認してもらったら、まあ、いろんなことが分かってくるかと思うんですけども、モカさんのことなのか誰の動くことなのか分かんないですけど、今までいろんな人たちがいましたから、なんか我が天下のね、新速サーバーの方のグーシェウーニテンテンでウーっていう名前のプレイヤーウーの時は無理と言って一応ね、ワールドチャットの方で僕はちゃんと書いたと思うんですよ。それは脳梗塞の方のことですかとか、体温持っていかれてる方ですかとか、頭なんか取られてる方なのか、それ浄化っていう言葉でどうにかなるからって、それどうにもならなかったら、ことを浄化って言っただけでならなかったら、世界のルールは法律ですっていうことを言って、でそれから浄化かけたい言葉の、あの例えば僕みたいに、ね、淡井圭介は心の声も頭の中も、話す言葉を使用しますとかね、喋ってるからこそ心の中からそう思ってるから喋ってる、頭の中でも考えてるから喋ってるとかね、だからまあ喋ってる言葉の方が効力が基本的に、しっかりしてるっていう、コンピューターが誤作動を起こすんですよ。心の声を優先したいのか、頭の中で優先した方がいいのか、喋ってる言葉なのかっていうと、まあホームページは淡井圭介にできっていう、そこはもうエシロン付きなので、まあまあその辺のところで、うん、まあね、まあ、だいぶ僕は笑いながら動画で喋ってましたんで、僕は足引っ張った方かもしれませんね。以上です。皆さん、チャンネル登録、着信通知の設定よろしくお願いいたします。まあ、報道ステーションがこの間あった時に、あれは水曜日でしたっけ、雨が降ってた日かな。何か2名、あのそのモカさんたち4名でプレイしていて、その動画を見ていた日だったと思うんですけども、その2名が通り過ぎたのが、そこで集まってた4人組の多分2人の可能性があるとしか言えないんですよ。
で、その後、モカさんが廊下歩きました。いやいや、声と、ちゃんとプレイできてるかどうかで、じゃないと、技つなげれる人かどうかで。わかんない。本当のこと言いますよ。声変えれます、本当。顔も変えれるし、声も変えれるか。やばい、喉がやられた。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定、よろしくお願いいたします。まあ、こういうこと言ってたら、どういうふうに何を言ったらどうなるかっていうことがだんだん分かってくるんで、あとは爆発です。もう自分の喉ぐらい、僕自分で取り戻せるんで、顔とか本当は。以上です。